はいどうも、アバンティーズのリコーとヘルメット元元55、俺がそれだぜ、レレワホイ。あ、わ、昨日で終わりか。昨日で終わりじゃない？なんで、挨拶解禁してんのに自分の顔出せねえんだよ。まあこれあれですよね。なんで今、まあ僕たちこんな感じになってるかというと、はいはいはい、ちゃんとした理由があるんですよね。そうなんですよ。どう？実はですね、そうなんですよ。もう4月の罰ゲーム、誰か決定いたしました。そうなんですが、よいしょ。もうちょうど今日が4月1日だからね。うん、うん、今日から1ヶ月。そう、ババアマイティ誰になるかっていう。ババアマイティソーなんですけども、この裏で誰か1人がババアマイティソーになっております。そう、もう罰ゲームは罰ゲームなんで、家でも来てもらうっていうルールだから、そう、もう誰か分かっちゃうからこういう感じで話してるわけですよね。うん、今までさ撮った動画とかもあるわけだから、うん、今度からなんかその冒頭に僕たちが喋って、その今まで撮った動画に導入するっていう形も今後あると思うんで、そこら辺はちょっと視聴者の皆さんもご了承いただけたら。もう4月の罰ゲームはもう結構前に撮ったやつなんで、うん、一応あのこういう状況になる前の動画です、これは。はいはい。てなわけで、誰がババアマイティーソーになったのか、ちょっと映像をご覧いただきますか。はい、それじゃあちょっとその映像をご覧ください。せーの、どうぞ。どうぞ。はい。あー、きそう。あー、マジでやだ、マジでやだ、きそう。あー、あー、あー、この日が来なければいいのにとずっと思ってた。怖いよ、本当に。あー、怖いよ。はい、どうも、アバンティーズのつるみとリコと元元55、俺が育つぜ、レレはホイ。ということで、はい、3月ももうそろ終わります。はい、もう、ね、終わりますね。終わります、はい。ということでこの動画はですね、憂鬱だ。まあ、東海オンエアからもらった罰ゲームの、はい、まあ、決める動画です、これ、はい、ということで、でね、リックも復帰したんで、今回から3人になります。はい、罰ゲームじゃんけんが、はい、で結構ね、リックがね、やるせない気持ちだと思うよ。本当に意味がわかんない、本当に。いや、ということで、今回は4月編ということで、じゃんけん負けた人、1ヶ月間、ババアマイティーソーになります。よいしょ。今のところね、俺ね、3連敗してるんですよ。そう、はい、出てきて、運よく。いや、俺が3、やばい吐きそう。これで胃腸炎だったのかな、俺。うわ、マジやりたくないんですけど。やめない、じゃんけん。いやいや、この企画お前が持ってきたんだ。いやー、本当にや、おー、怖い。いや、怖いよ。いや、もうさ、みんなで打ち合わせてさ、ずっとアイコになるようにしてさ、1ヶ月ずっとアイコにして。えぇ、アイコじゃない。これはどうします？これはもう一発勝負。一発勝負。一発勝負。これで俺たちも遊べるよ。よっしゃー。勝ったぜ。はい。
前にボトルグリップって流行ったのみんな知ってる？こんだけ、そう、こうやって投げて、わー、はい、それじゃあついにあいつがやってくるんですね。はい、ババアマイティソーがやってきます。おお、はい、じゃあババアマイティソー出てきてください。お、通った、なんか、いや、なんか、うん、あ、歩いた感じの音がなんか結構重装備な感じの音するんだけど、ね、じゃあ、もみ開けていいですか。目開けてください。じゃあ、目開きます。せーの、いや、マジ4月いっぱいこれ？いや、でもね、あったかいっちゃあったかいけど、うん、これマントずるからこうやって歩かないとね。あ、そうだ、そうだ、ピーチ姫みたいな。え、4月いっぱいこれ？おめでとうございます。うらやましい、なんかめちゃくちゃうらやましいわ。うらやましい、なんか俺がババアマイティソーだ。じゃあ、ということで、ソラチ1ヶ月ババアマイティソーお願いします。あ、なんかめっちゃいい、見て、リック、リック、すげえ、なんかすごい、なんか、え、すごい、いや、なんかね、ババアじゃなくて、うん、ジジイっぽい、ジジ、うん、なんか、ね、BQ 映画ありそう、ほんとマイティーソーの BQ 映画、そう、ジジイになったマイティーソーみたいな。あ、いい、ちょっとマントをこうやって表に出して感じだと。あ、いい、あ、強そう、強そう、やば、なんかやばい、ちゃんとしてる感出てるよ、うん、ちょっともう、ね、もうちょっとポーズ変えてみて、ちょっと。お、見て、いや、めっちゃいいやん、これ。いや、これ多分ね、うん、街中歩いてたらね、なんか、あ、お、今めっちゃいい、これ。ふざけてやってる人とかじゃなくて、うん、ガチでやってる人みたいな。そうそうそう。